湾岸線にて事故発生。すでに渋滞は2キロになっています。事故は単独、ただし一緒に走行していた車両ありとのこと。横羽線各料金所にて検問配置。今の事故で湾岸はしばらくの間走れないと判断したんだろうな。にしてもすごいドライブをするよな。どこまでもどこまでも走り続けていくような。なんとこった。え、どうしたの？止まっちゃったわよ、後ろの車。